あの時も選んだ子が無責任だったわけじゃない。好きなものさえも見つけられずに詐欺になんて取りようもない。背負う覚悟の分だけ知らないものならそのご調子まるでクリボン立たないでいて、大事なものならそこに必ず痛めてもらうはずだよが、一人ぼっちで感じる孤独より二人でいても感じる孤独と。どんな痛みを受けようと感覚だけは閉ざしていけない。たとえ言葉を抱きしてもいくらどうでもいいなんて言いたか、道につまずけば両手ついたるだろうだろう、ものだから歩み切りをしたあの日の約束は一人じゃ守りようがない。あかたに明かしたいつかの夢だ、私は私